テーマ協力クッソリトライブ始めます。
どうも、気に入ってくれてありがとうございます。清川ブロック出身会員の夏目です。チューニングの間にライブの宣伝だけちょっとさせてください。このストリートライブ、今日とあと明後日の木曜日も同じここで昼っていうか同じ時間にあるので、それもぜひ見に来てください。あと週末に学生会館の一番目の大ホールで一気見といって、軽音団体、神戸大学の軽音団体が全部集まって一緒にライブするっていうのもあるので、軽音考えてる人とか別に考えてなくてもライブちょっと見に行きたいなみたいな人はぜひ見に来てください。そして来週の17日18日水曜日と木曜日にも同じ大ホールで、今度は軽音楽ブロックだけで春一発ライブというのをやります。それも多分授業終わりとかの5弦6弦あたりの時間なので、ぜひ授業終わりとか時間がある方は遊びに来てみてください。他にもなんか新刊のイベントとかたくさん企画してるので、いろいろ遊びに来てください。でライブでいうと、ゴールデンウィークの最終日5月6日に新刊ライブっていうのを神戸にあるスタジオライブハウスでライブをするので、それが一番よくやるライブの形として、まあ身近なものにこれからなっていくようなものなので、ぜひ点を考えている方とか遊びに来てみてください。新刊イベントは楽器体験会とか、あと機材講習会とかいろいろあるんですけど、4月の27日と5月の11日に楽器屋巡りっていうのを企画していて、梅田の方のすごい品揃えのいい楽器屋さんに行って、先輩と一緒に、まあ、初心者の人でも初心者じゃなくてもなんか楽器を選ぶのを手伝ってもらったりとか、まあ普通にただ楽器見に行ったりとか、先輩と仲良くなるためとか学校のことを聞きたいとか何でもいいんですけれども、そういうイベントも企画しているので、ぜひぜひ遊びに来てみてください。それではチューニングがそろそろ終わるみたいなので、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとチューナーがバカでした。この中に新入生の人どれくらいいますか？はーい。おー、ありがたい。うちの団体、その中で軽音に興味持ってるよっていう人どれくらいいますか？はーい。おー、すごい。うちの団体、そう、新入生のこの春しか入部できなくて、で、後から入ってくればよかったって後悔すると、ちょっとお互いにやっぱ寂しいんで、軽音にちょっとでも興味ある人はうちの団体の新刊いくつか着てみて見るといいのかなって思います。ありがとうございます。じゃあ2曲なんで次で終わりなんですけど、この後もガールズのテレビがやってくれるんで、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。上のコピーでした。